ショップ生は店長の片山です。当店、お店でもお客様と大盛り上がりのこちらの商品、α7C2、α7CR。前回の動画で説明できなかった α7CR について今日はお話をしていきます。今現在、ソニーから発売しているフルサイズの一眼カメラ、ラインナップは、フラグシップモデル α1、スピードモデル α92、高解像度モデル α7R5、 高感度モデル α7S3、 ベーシックモデル α74、 α74 のコンパクトボディモデルが α7C2 になります。 α7R5 のコンパクトボディモデルが α7CR になります。こちらの商品を説明していきます。なんといっても高解像度センサーが目玉の商品です。6100万画素のフルサイズ2面照射型 CMOS センサーです。コンパクトボディなのに α7R5 と同じセンサー使ってるんですよね。6100万画素もあれば結構トリミングしても相当大きな画素数になります。ちなみに APS-C モードにして撮影しても2600万画素ありますんで、十分使っていただける画素数ではないかと思いますよ。その1、α7C2 のエクスモア R とは違います。センサーにナノ AR コーティングがされています。逆光耐性に強いセンサーになります。さらに、ナノ AR コーティングがされているレンズと合わせて使っていただきましたら、ダブルで逆光耐性に強いカメラになります。その2、光学ローパスフィルターレス仕様になっています。ローパスフィルターレスだと解像感が非常に高くなります。しかし磁色やモアレが出やすいデメリットもあるんですけど、6100万画素もあるこちらのカメラでは実用にはほぼ問題のないレベルです。その3、高感度ノイズリダクションが搭載。暗い場所での撮影や画像補正などで生じたノイズ、ザラザラした映像ですね、こちらを低減するための機能です。素晴らしい機能ではあるんですけど、星を撮った時に点々の星をね、ノイズと認識してたまに除去したりすることがあるんですよね。ロー撮影時でのノイズリダクションオフにすることによって、小さな星までしっかり映すことができるようになります。天体撮影をされる方はぜひ α7C2 ではなくって α7CR 購入していただきたいですね。 α7R5 にもついてた機能、ピクセルシフトマルチ撮影ができます。ピクセルシフトマルチ撮影は複数の画像を合成することで圧倒的な解像感を実現します。最大2億4080万画素の画像を生成可能です。拡大表示をしても被写体の色や質感、空気感まで忠実に表現できます。歴史的建造物や美術品の撮影に向いていると思います。動画撮影の方も 4K 映像の撮影可能です。 24P、30P、60P までの撮影 OK です。ただね、60P で撮影するときには 1.2 倍にちょっとクロップされちゃいます。こだわった映像を撮りたい方のためにログ撮影もできます。ラットを使った撮影も可能。液晶画面で使ったラットの反映がすぐできます。S シネトーンも使えます。コンパクトボディなのに高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正7段分がついております。なんだ α7C2 と同じかと思っとられるあなた、全然違います。こちらのイメージ図で説明します。当然6100万画素の方が1ピクセルは小さくなります。その小さくなった微細なブレも制御することができるので、α7CR の手ブレ補正機能の方が優れているということになります。コンパクトボディでのデメリットを解消しています。 α7CR にグリップエクステンションが付属します。
コンパクトボディの α7CR。 やっぱりこのね、小指が余る問題ってやっぱりどうしてもあります。カメラの三脚ネギに取り付け、エクステンショングリップをつけることで小指までしっかりカメラをホールドすることができるんですよね。グリップエクステンションをつけていてもバッテリー交換できるんですよね。ここおすすめです。前回の動画でちょっと説明してなかった点なんですけど、 α7C2、 α7CR ともに USB-C コネで充電できます。パワーデリバリー対応になっておりますんで、 30W のアダプター使っていただきましたら175分で満充電になります。通常のアダプター使うよりもね、早く充電できますんで、できたらパワーデリバリー対応のアダプターを購入するのをおすすめします。レンズ交換式なんでね、キャップを外して違うレンズに取り替えるときにセンサーがむき出しじゃないですか。やっぱここにゴミがついてしまったりとかすると写真にゴミが映っちゃいます。ゴミが入らないようにレンズ交換していただくっていうのが、まあ、鉄則ではあるんですけど、こちらのカメラ、カメラの電源をオフにした時にシャッターを下ろす機能があります。シャッター幕を下ろすことでゴミがセンサーにつきづらくなります。α7CR は2023年10月13日発売です。本体カラーはブラック、シルバー。 α7R5 ソニーストアでお値引き前55万5500円税込みです。 α7CR 44万9900円税込みです。差額は10万5600円もあるんですよ。ソニーストアでは 10% オフクーポン配布中です。するとこちらの値段になります。と言っても価格結構するじゃないですか。ソニーストアでは60回払いまで金利手数料 0% キャンペーンをやっております。毎月7000円程度でね、購入することが可能です。このカメラ欲しいなと思っていただいた方、この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、そちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで、私すっごい嬉しいです。よろしくお願いいたします。リンク先から購入していただいた方は当店の方にご連絡ください。ささやかなプレゼントを用意しております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。発売日までね、まだ少し日にちがあると思います。よく考えてください。発売日までにね、なんとか当店でも C2CR をね、使った体験会考えておりますんで、楽しみにしておいてください。今日は以上です。バイバーイ。 α7C2 α7CR コンパクトボディになって本当におすすめな商品になっております。スタンダードモデルに比べて値段が安くなっている点もいいですね。保証内容も充実しているソニーストアで購入されるのを店長は特にお勧めしております。もしわからないことがありましたら当店にお尋ねください。